市民の皆さん、武雄市長の小松です。毎日感染予防にご協力いただきありがとうございます。感染リスクと戦いながら毎日お仕事に従事していただいている皆さん、本当にありがとうございます。現在市内では感染が拡大しています。佐賀県内でも拡大をしてまして、本日5月7日県内では過去最多となる59人の陽性が確認されました。変異株も増えています。これを受け5月10日から医療環境を守るための非常警戒措置が始まります。飲食店の時短要請も始まります。これまでとは違うステージに入ったと思っています。市民の皆さん、今一度感染予防の徹底をお願いします。県外での会食や県外への移動は自粛をお願いします。一人一人の協力が市内の感染拡大を防ぐことにつながります。市民の皆さん、自分の命を守ることが大切な人の命を守ることにつながります。大切な人の命を守るためにマスクをつけることが自分の命を守ることにもなります。毎日本当に大変な日が続いていますが、どうか引き続きのご協力をよろしくお願いします。最後に、コロナに関する偏見や差別があってはなりません。私たちはみんな同じ立場に置かれています。私たち全員が当事者です。思いやりを持ってみんなの力でこの難局を乗り切っていきましょう。感染拡大を防いでいきましょう。ご協力をよろしくお願いします。